謀長だ。そして南京へと行った。松井岩根に関しては南京でのことのみが裁判で争われることになるでしょう。そうなるだろうな。彼を弁護するからには実際に彼がどういう立場にいたのかを理解する。そして南京へと行った。松井岩根に関しては南京でのことのみが裁判で争われることになるでしょう。そうなるだろうな。彼を弁護するからには実際に彼がどういう立場にいたのかを理解する必要